皆さん、こんにちはたむちゃん農園田村です、えー、今日は、えー、メロンの垂直仕立て栽培をやっていきたいと思います、まあ、ちょっと初めに断っておくとですねまだ私挑戦中の身でして去年も同じことをやったんですけどあの正直あんまり取れませんでしたっていうのはあの育苗にまず失敗して えー、いい苗を作れなかった作ってあげられなかったっていうことが一つでトンネルをあの植えてからトンネル設置するのに結構時間が空いてしまって初期生育が遅れたんですねやっぱり温度が、あのー、必要です、あのー、こちら東北地方だった特にあのー、これ今作業してるんで 全開になってますけどあの片側閉めてます普段は。あの向こう側が開いてて手前側が閉まってるような状態全部閉めると熱すぎて葉っぱ焼けて枯れちゃいますちょっとうっかりうっかりしてたうっかりして閉まってしまったのがこちらですね葉っぱ焼けちゃいましただいぶちょっともっと枯れてたんですけど さっき外したんであんまりないですけども。という点で、えー、去年はあまりうまくいかなかったんですが今のところあの苗も、えーまあ、半分害虫して。 えー、できるだけいい苗をあの育てられたかなっていう点と、えー、トンネルも植える前にちゃんとつけて、えー、植えた時にはちゃんと温度がなるべく確保できるような状態に今年はしたのでどうなるかなっていうところですねおいしいメロン酸になってください。 という期待を込めてはいこの子ですねえー、この子は、えー、サワースイートっていうあの新種の種で去年かな、えー、出たばっかりの種で、えー、ちょっと酸味のある爽やかなメロンということで、えー、新しいもの好きのタムちゃんは えー、今年100粒種をまいて育ててみることにしましたで、えー、これ植えつけてから、えー、約1ヶ月ぐらいですねゴールデンウィークの時に植え,植えたんで1ヶ月ぐらいして、えー、まあ 30cm 弱ぐらい伸びたかなーっていう感じですで、えー、私観光栽培のやり方よく知らないんですけども あの、普通だと、本場何枚かで、この親づるって言って、この最初に出た芽からずーっと伸びた、この茎を主茎っていうんですけど、そこを摘心して、脇芽を伸ばすっていうのが、あの、一般的だと思います。が、あの、私は、垂直仕立て栽培、まあ、いわゆる同胞スタイルですね。で、 やっててまして、えー、その場合は摘心しません、えー、摘心すると何が起こるかっていうと、えーまあ、成長点ですよね成長点が折られたということはあの植物にとって生命の危機です根っこを出す期間、あのー、がなくなってしまったのであのこれはやばいとあの植物が察知して根っこからジベレリンがいっぱい出ますでジベレリンは発芽ホルモンなんで、えー で、脇芽がぐぐぐっとすぐ伸びてくるっていうあの仕組みになってます。なんで、摘心して脇芽を伸ばすっていうのは理にかなってるっちゃうかなってるんですね。ただあの、それをするとどうなるかっていうと、あの摘心、いわゆる成長点を切るあの、ダメージを与えるってことは根っこにもダメージがあるってことですね。根っこが伸びなくなることわけですから。 そのなんでそれはあの良くないでしょうっていうことで心、えー、は私しませんでさらに摘心するとジベレリンが過剰になるジベレリンっていうのは糖度を下げるホルモンでもあるので、えー、なので取った果実があの糖度があの上がりにくくなるもしくはあのえぐみが出やすくなるとかっていう弊害もあったりします。 といういことが、あのー、垂直仕立て,の本にも書いてありましたで、えー、じゃあ垂直仕立てどうやってやるんだっていうことなんですが、えー、私はこのいろんな方向に主形がまずあってその脇目芽からこうやっていろんなところに伸びてるんですけどもこの子たちを一直線にしてあげます。 で一番いいのはこう上に真上にやっていくことなんですけど私あの株数が多いのとこのトンネル栽培なんで上にやるとすぐ当たっちゃいますし一本一本縛ってるのめちゃくちゃ大変なんですね、えー、ちょっと2年前にやってみたんですけどあの本当に大変ですあのー、メロンはまだいいんですけどスイカカボチャ他のつる性ですね は、あの、本当に伸びるのが早いんで、もう、この前縛ったのにもう縛んなきゃみたいな状況になってしまいます。特にスイカですね。で、ツルが柔らかいのですぐ垂れてしまうんですね。あの、縛り、縛るのを怠ると。で、垂れるとどうなるかっていうと、またこれ、あの、成長点でできたオオキシンが根っこに行くんですけど、 スムーズにいけないですよね曲がってるとそうすると起きようとして、あのー、ここでオキシンが無駄に使われてしまうんですねなんであのつ、ー、る製のこの野菜を垂直仕立てする場合は、まあ、ネットをかけて、まあ、自分で這わせる自分でつる出てくるので 鶴をつかまわせて葉合わせてるか、まあ本当に頻繁に縛れる方あのもう何百株と植える農家で垂直仕立てはなまあ厳しいと思いますメロンはねあの比較的ゆっくりですしあのそういう栽培方法逆にあの西の方行くとそういうのはメインだったりします静岡とかね のでやりやすいんですがあスイカかぼちゃは厳しいんじゃないかなと思いますちょっと話ずれましたけどもで真上に縛れば一番いいんですけど私は自倍自倍というか、えー、横に這わせていくスタイルでやってますおいおいこれじゃ垂直じゃないじゃないかっていう話なになると思うんですけども真上から見た時に まっすぐになって,いっていうことですねあのー、もちろん真上が一番いいんですけど重力方向にオオキシンは行くのでただあのー、のあのー、目の方向を全部一緒にしてあげることでこれはこれで、あのー、こう広がってるよりはあのオオキシンの流れとか他のジベレリンとかのホルモンの流れがよりスムーズに なりますで、えー、トマトでは紐で縛ってたんですけどあのメロンでも縛ってもいいんですけど、まあ、ちょっと縛りにくいっていうのと、まあ、大変っていうのとで私はこれを使ってますこれ U 字ピンっていうやつですねあの防草シートとかを止めるときに使うピンですこれあの硬いですし あの、こう、まあ、必然2本、こう、棒があるので、こう挟みやすいんですね。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、1、2、3、4、今4本つるがあります。まあ、葉っぱは、あの、ま、どうでもいいんですけど、あのー、外に出せれば出していいですし、まあ、巻き込まないと、これ、 刺せないなーっていう場合はそのままでもあの巻き込んでもいいです大事なのは成長点を一方向にするってことですでこれ4本をまとめたら刺すとこれで終わりです山形の内陸の方ですねあのこっちの庄内地方じゃなくてあの 山側の方行くと小花沢っていうあの夏スイカで一番生産量が多いぞっていう一大産地があるんですけどそこでもあの鶴の誘引の時にあるアイテム使うんですけど、まあ、ちらっと見たのは割り箸を使ったりあの蚊をあの自分であの使いやすい大きさに切って、えー、こういう風に棒で刺して鶴を。 固定すするるってていいうやり方をしてるみたいですがあのー、割り箸はあの私こちらの動画でやったようにあの使ってみたんですけど結構カビますねあの割り箸は。ですしあの茅、ー、も割り箸も自然物なんでいずれ朽ちていきます。まあ、それがメリットではあるんですけどあのー、私はあの使い回せる っていう点と、まあ、雨にあってあっても錆びないですし何、えー、だろう使いやすいっていう点で U 字ピン使ってます是非あのー、まあいろいろ試してみてください皆さんもなんかこう葉っぱが重なったりこうまあなんだ、まあ、葉っぱが重なって 日当たり風通し悪いんじゃないって思われるかもしれませんが、えー、気にしなくて大丈夫です日当たりという点ではですねあのー、これ葉っぱ裏返っちゃってますよねで光合成ってこっち側あの表側でするもんなんでこれだとうまく光合成 できないですけど、あのー、植物って、あのー、すごい賢いので下向い表が下向いてると勝手にこうなってきます全部起き上がってきます、まあ、ちょっと実験で後日見てみましょうなんで、あのー、分かりやすいように支柱立てておきます で後日がこちらですえー、先ほどのひっくり返ってた葉っぱですがもうその日のうちに大半が上向きになってくれてますこっちも同様ですね、はいまあ、ちょっとこのくしゃくしゃってなっちゃってる子はなるべく救出してあげた方がいいですねこの子は自分の力ではどうにもできない こういうふうにこういうふうにしてあげると最大限の,あの葉っぱが,が最大限の働きをしてくれると思いますはいこんな感じですえ風通しで病気は防げないんですね 逆説的に言うと風通しで病気を防げるなら農薬いらないじゃないですか風通しを良くしても農薬が必要ってことは風通しあんまり必要ないんじゃないかなって私は思いますそれよりも植物ホルモンの流れを良くして根っこを出して芽を出す芽を出して根っこを出す ここのことのと方が重要ななんじゃないでしょうかそれを、まあ、この垂直仕立てで証明したいと思いますできなかったらすいませんで誘引誘引っていうんですかねこの U 字ピンサスのまの誘引というならば誘引はあのー、多分 1, 1株に最大2本 あればいいいかなっていう感じです去年の経験上一番最初がこ,こう枝が暴れやすいですねで一回こうやって垂直になれば垂直というか一方向に芽が揃えばあの大体いい向こうに伸びてくれますたまにピョンって外れちゃう子がいるんですけどあの葉っぱを寄り添わせてあげれば 大丈夫です、えー、もし U 字ピンとかそういうアイテムを使わないで誘引する場合のやり方もちょっとご紹介しますえー、とおつるがいろんなとこに伸びてて結構メロンのつるって硬いのであ,のあんまりあの強引にやると折れちゃうので気をつけてください で、こう葉っぱがわき芽って必ず葉っぱの付け根から出るんですねなんでこの出てる葉っぱだったりまあその先の葉っぱだったりにこう絡ませてあげるとかこう下にくぐらせてあげるとあのつるを比較的固定できるかなと思います ただね、あの、私の地域みたいに、強風、風が強い地域はあんまりおすすめできないですね。これ風が来た瞬間にバーッとずれちゃうので。やっぱり U 字ピン、最初は使った方がいいんじゃないかなと思います。で、あんまり短い場合は、あの、無理にやんない方がいい気がしますね。あの、折れやすいっていうのと、あの、なんだろう、ちょっと無理、 あるかなって思います誘引するのが、まあ、ぜひやってみてくださいやってみればわかると思いますで基本的に目かきしないんですけども私はですよ私はあのー、こういう双葉の目、あのー、元にあるような目は描いちゃってますなんでかっていうとこう ここから、例えば、双葉から出た、さっき取っちゃいましたけど、ここから出た芽って、こう伸びますよね、ほぼ。こっちに多分行かないんで、後の誘引を楽にするっていう意味でも、あの、この株元の、に近いところの脇芽は私取ってます。まあ、これがいいのか悪いのか、ちょっとわかんないですけど、あの、強い芽が、大体、 この現時点だとどの株も4本伸びてるのでとりあえずその4本が伸びていけば十分、あのー、根っこホルモンは作られるかなと期待してるので、えー、そういう小さいわき芽はで、あのー、反対方向に行きそうなわき芽は取っちゃってますちょっともう1株やってみましょう 見てるかなはい、えー、株元こういうふうになって向こうに伸びちゃってますねで私は向こう側に伸ばしたいので,でこっちに行っちゃうと隣の株がいるのでねでこういうふうにおつるを このどっかの葉っぱに引っ掛けると戻りにくいですねでこの子もこういう風にこう葉っぱここの2本に引っ掛けるとでこのこうやってやると戻りにくいかなと思いますでここにま U 字ピン刺してあげればなるべく先端の方がいいですね トマトの場合は先端縛らない方がいいって言ったんですけどあのメロンの場合は、まあ、縛ってるわけではないですしあの方向を定めたいので根元の方をあの刺しピンを刺してもこう先端暴れちゃうので先端を揃えたいので先端の方にピン刺すなら刺した で、これも私はなんですが、現時点で、こういう、バナのつぼみがあったりするんですけど、こういう子は取っちゃってます。あの、あんまり早い時期につけても、あの、株が小さいとあんまり大きくならないですし、えー、じゃあいつつけるんだっていうと、ちょっとこれも実験中なんで何とも言えないんですが、もうちょっと大きくなったら、あの、1メーターぐらいですかね。 うん、そこまでいかないか5 0センチぐらいまで大きくなったら見つけてもいいんじゃないかなって私は思いますでこういう反対に伸びそうなあのこっち手前側の芽は取っちゃいますこれトマトと一緒であのこうなんだろうこれ根元から折るってことですね大事なのはこういう途中で ってこう残さないという傷口の融合が遅れて、えー、ここがあのただ枯れていくだけなんで、えー、弱る原因になります、はい、こんな感じですうまくいくといいんですがあちょっとスイカもやってみます、えー、ピンを先端の方に刺した方がいいって言ったんですが ちょっとケースバイケースですね。というのもあの手前に刺した方がより多くのつる、えー、をまとめられる場合がありますし先端だけだとあの風で吹かれた時にこう風でなびいて先端外れちゃう場合もあるんですね。まあ、なんで複数本刺せば一番いいと思います。が私はあんまり マルチに穴ボコボコ開けたくないのとまあちょっとこれもねただのただではないんで、まあ、なるべく今の時点では1本で抑えたいなと思ってます、まあ、これを贅沢に使えたらもっと、ね、あのホルモン活性化できるかもしれないですがなるべく少ない経費で最大の効果を得たいなとちょっと横ぶりですけどそういう風に考えてやってます 言うなればこの U 字ピンによって植物ホルモンが活性化される植物ホルモンが活性化されるっていうのは目が伸びて根が伸びる根が伸びて目が伸びる、まあ、つまりあの肥料をやったのと同じような効果が得られるんですねそして肥料と決定的に違うのは肥料つまり窒素肥料ですね 窒素肥料はあのー、アンモニアを代謝しないと虫病気がつきます。虫病気がつけば当然植物は弱りますが、あのー、当然これ窒素関係ないのでこれただ植物にさの周りに刺してるだけなんでなんで、えー、窒素の代わり窒素肥料肥料をやったのと の代わりになるる上にに虫病気に強くなるなぜなら根っこがよく出てエチレンが生成されるからですね肥料の代わりでもあり、えー、根っこをよく出して虫除けホルモンであるエチレンをよく出してくれるので農薬の代わりも果たしてくれてるんですねなんと素晴らしい鉄の棒なんでしょうか皆さんも是非その効果を 体感してみてくださいはいこちらスイカさんの畝に来ました、えー、メロンよりもスイカの方が生育早いですねもうこれどの品種も言えるんじゃないかなもうだいぶ5 0センチ、まあ 1m 弱ぐらい伸びてると思います ちょっと隣の子しおれてるんですがどうしたんでしょうちょっと心配ですね成長点は生きてるので大丈夫だと思うんですけど何かにやられてしまいました病気酸か虫酸かはいちょっと様子見たいと思いますでえー、スイカの垂直仕立て、えー、やることは同じですね えー、ちょっと画面変えますはいえー、メロンさんも同じで、えー、このやつ <laughs> スイカですスイカスイカも同じですねで、えー、メロンよりもつる、えー、が柔らかいので、えー、誘引だいぶしやすいと思いますあまり折れにくいと思いますね はい終わりましただいぶ簡単ですこれだけでね美味しいのができたら最高ですで同じようにあのこう下の方の脇芽は取っちゃいますスイカも寄分優勢とかあるんですかね寄分優勢っていうのはあの果樹で言うと 果樹で言うとっていうか果樹でよく言われるんですけどあの木の根元の方がの芽が強く出やすい強くなりやすいっていう性質ですねで、まあ、同じ植物なんでスイカも同じことがあればまあこれ強く出る強く出るイコールあのオ,オキシもたくさん出る根っこが出るっていうことでの、まあ、伸ばしてもいいかもしれないですけど 私はそれよりも、えー、誘引のしやすさと、えー、なんだろう、今後の作業の負担を軽減するっていう味で、えー、この株元の小さい芽は取っちゃってますはいこんな感じですいい感じですねこちらピノダディっていう、えー なんとシュさんが開発したあのマイクロシードというあの種を食べてもあの気にならないぐらいの大きさで種が小さいから食べられる絶対気にならないわけじゃないんですがあの私はあの気にならず気にせずにあのパクパク食べられます結構種がわずらわしいっていう方がね、えー、スイカあーで に関して多いらしくて、まあ、その反省からあの開発された南都種苗さんの、えー、技術ですピノガールっていうのがあの有名かもしれませんどっちかっていうとあの小玉バージョンですねこれの逆にこっちのピノダディがその派生っていうか大玉で種があの小さいから気にならないよっていう品種です で実は種って結構栄養価高いみたいであの食べるといいらしいですよ私ピノダディちょっと6株ぐらいしか植えてないんですけどよかったらぜひお求めください今回もご視聴ありがとうございましたつるを伸ばす方向なんですがえーまあ、特に あのどれがいいど,どっちじゃなきゃいけないっていうのはないんですけども私の畑の場合、えー、こっち側が低くてだんだんこっちのこのトンネル側になってくると高くなる坂道というか勾配がついてるんですねなんで、えー、オオキシンは重力方向に行きますなので、えー、坂になってるんであればあのー 鶴がその坂に登っていくように伸ばすとよりオオキシの流れが良くなりますなので私は向こう側に向かって坂に登っていくように鶴が登っていくように、えー、鶴を誘引しています